ここは風と和む天空の里富知明。伝統的な傾斜地農耕システムによりお茶やそば、そして四季折々の野菜が栽培され、美しい農村風景が広がっています。この標高500メートルに位置する富知明からは、晴れた日には吉野川や阿山山脈、そして淡路島まで一望できます。ここは地場食材を使った農家レストランです。この景色を楽しみながら食事をしたい人はもちろんのこと、憩いの場として地元の方もたくさん集まってきます。お待たせいたしました。ここ富知明の新鮮な野菜をたっぷり使った定食でございます。どうぞごゆっくりお召し上がりください。ここではこんにゃくが一つ一つ真心込めて作られています。作りたてのこんにゃくはとても柔らかくて美味しいのですよ。またふかしたさつまいもを丁寧に薄く削いで乾燥させた干し芋も作られています。干し芋は歯ごたえがあり、口の中いっぱいに甘みが広がります。このように昔からの変わらない食文化が今も受け継がれています。さて、これより農家さんにこの地ならではの農具を紹介していただきます。これが風景写真の一番、必要なサライという土上げ機で、ございます。そしてここにありますのがほとり縁と申しまして、畑のあぜとか根木を耕す動画でございます。このように傾斜地のために農具も工夫されてきました。おっと、びっくりしましたね。これは小江黒といい、これこそ伝統的な傾斜地農業のシンボルといえます。秋に刈り取った茅を束ねて円錐型に立てかけます。春になり茅を畑へ入れることで土の流出を防ぎ、そして栄養に変わります。まさにこの特徴的な土壌を守るための知恵が今も生かされているのです。このように伝統的な傾斜地農業がしっかり守られてきたことにより、ここ富知明を含む西阿波地域が世界農業遺産に認定されました。先人の知恵と工夫にあふれたこの土地ならではの伝統と文化が今も脈々と受け継がれています。